冒険者の一団、ローザリア生まれの聖戦士ガラハド、エスタミル生まれの炎の魔術師ミリアム、そしてグレイ。おい君、君は冒険初心者だね。義勇軍に声をかけないとは全くの初心者だね。いい返事だね。何事も謙虚じゃないとね。では我々義勇軍が冒険についていろいろ教えてあげよう。何が知りたいんだね。君、義勇軍、ジェルドンへようこそ。あんたも草原の財宝を狙ってきたのかい？草原にたくさん開いている穴は恐竜の巣穴よ。穴の奥に財宝があるとか言うけど、変な話よね。どうして恐竜の巣穴に財宝があるのよ。
恐竜は…いらっしゃいませ。お泊まりですか？やるぞ。私の剣だけで十分だ。私の術で片付けてやるわ。
んなもんでしょ。やるな。使い慣れた武器で強力な敵と戦っていると無意識に体が動いて新しい技を繰り出すことがある。これをひらめきと呼ぶ。
と強いやつと戦おう。いらっしゃい。客か。
恐竜は穴の…Thank you.
これでいい。